どうもこんにちは。作業療法士のりのです。今日はシニアの方に向けて、このお膝をですね、強化するストレッチと筋トレの組み合わせというのをお伝えしていきたいと思います。でこの膝はですね、正面の膝、左右、そして後ろと4箇所でですね、しっかりと体を支えてくれているので、この4箇所ですね、しっかりと鍛える方法というのを今日はご紹介していきますので、いつまでもしっかりと歩き続けられるように膝を強くしていきましょう。ちょっと長めの運動になりますが、僕と一緒に頑張りましょう。さあ、それではどんな運動なのか一緒にやってみましょう。この正面のもものストレッチと筋トレというのをお伝えしていきたいと思います。この正面のももは、例えば、立ったり座ったり、あとは階段をこう登ったり、もうこの歩いたりですね、もういろんな場面でこの正面のももの筋肉、大腿四頭筋、ここをいっぱい使ってます。なので、誰もが知らぬ間に疲れてしまっている。そして、こう、硬くなりやすい場所になります。さあ、まずストレッチの方法からお伝えしていきます。2パターンあるので、どちらかできる方、もしくは両方やっていただきたいと思います。まず一つ目は、どこか掴まれる場所を用意していただいて、片方の足を思いっきり後ろに引いて、そしてぐーっとですね、胸を張っていきましょう。前の足に体重を乗せながら胸を張っていくと、ここですね、この正面のもものこの部分が突っ張る感じが出てくると思います。これでしっかり筋肉を伸ばして柔らかくしていきましょう。こちらですね、20秒かかりますので、筋肉を伸ばし続けます。いきますよ。用意、スタート。はい、このままピーンとこの大腿四頭筋を伸ばしていきましょう。ちょっとこういうふうにお尻が引けちゃうと伸びないので、しっかりと胸張ってくださいね。これがポイントになります。で、膝も曲がってしまうとできないので、ぐっと伸ばしてあげましょう。突っ張る感じをしっかりと出してください。さあ、もうちょっと、はい、OK。 さあ、今度は反対側ですね。片方の足を後ろに引いて胸張って膝伸ばしていきますよ。用意、スタート。はい、先ほど申し上げたように、この大腿四頭筋はいろんな場面で働いてくれている筋肉なので、しっかりと柔らかくしてあげましょうね。もちろん、柔らかくするといってもですね、ふにゃふにゃにするわけではなくて、しなやかにするというイメージで、はい、しなやかな強い筋肉にしていきましょう。はい、OK、ストップします。さあ、そしたら、もう一つのストレッチの方法なんですけど、足の甲を持っていただいて、このように膝を折り曲げましょう。そして、できるんだったら、こう、後ろに引いていただくと、この正面の、この大腿四頭筋が伸びてきます。これが二つ目のストレッチ方法です。このポーズを取っていただいたときに、膝が前に出てしまう方は、かなり硬い方です。真下にちゃんと膝が向く方は、硬い方。後ろにぐーっと引ける方は、柔らかい方になります。もしこれが、そもそもこう、足が持てない方はですね、さっきの、これでまずは練習してください。なので自分の体に合わせてやってみましょう。では、抱えていただいて、20秒間、用意、スタート。はい、ではしっかりとこれで、この正面のももの、大腿四頭筋をさらに伸ばしてあげましょう。しっかりとですね、こう、突っ張って痛いなという感じを出してくださいね。ストレッチの痛みは、いい痛みになりますから。しっかり伸ばしてあげましょう。はい、ではもうちょっとですよ。はい、戻します。さあ、そしたらこの反対側ですね。では、足を抱えていただいていきます。用意、スタート。はい、じゃあこのままですね、ちょっとこう、引ける方は引いて、もうこのまま痛い方はもうこれで OK ですからね。しっかりと、この硬さを取り除いてあげましょう。さあ、これでですね、疲れてしまっている大腿四頭筋をまずはケアしていきます。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK。はい、この2パターンですね、自分に合った方法で、まずは柔らかくしていただいて、ではこの後筋トレをしていきましょう。やり方としては、一番有名なのがやはりこのスクワットですね。しっかり腰を落とすスクワットです。ポイントとしてはですね、ちょっとお尻を突き出しながら、お膝が足先を越えないように腰を落としていきます。なので、こういうふうに膝をですね、前に突き出すようなスクワットはダメですからね。膝痛めちゃいますから。ということで、このスクワットをやっていきましょう。足の幅は結構大きめに広げた方がいいですよ。足先はしっかりまっすぐ前に向けましょうね。では、いきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりと腰を落としていきます。
この腰を落とすスピードは、各自、自由で OK。 僕に合わせる必要はありませんからね。20秒間自分のペースで、こういうふうに腰を落としてスクワットしていきましょう。さあ、これでももの筋肉をしっかりと、ね、鍛えていきます。はい、OK。 戻しましょう。はい、ではですね、この運動もう一つはですね、こういうふうに腰を落としたら、このままキープしていきます。そうするとじわーっとここに力が入る感じが出てきますので、今度は20秒間力を入れ続けましょう。では、いきますよ。用意、スタート。はい、このまま力を入れ続けます。そうするとですね、ここに踏ん張る力がしっかりと出てきますからね。さあ、これもじわじわと疲れてくると思いますが、一緒に頑張りましょうね。これでどんどん体を強くしてあげましょう。さあ、これじわじわ効いてくると思います。さあ、もうちょっと頑張りましょう。はい、 OK。 戻しましょう。この外ももの筋肉を整える筋トレっていうのをお伝えしていきたいと思います。よくですね、歩いてこの外ももが疲れちゃうとか張ってきてしまう方というのは、これは歩いている時に体重ってどんどん外にこう流れるんですね。それを外に流れないようにブレーキをかけてくれるのがこの外ももの役割なので、やっぱり歩けば歩くほどこの外ももって疲れやすくなってきちゃいます。ではですね、この外もものストレッチなのですが、やり方としてはですね、椅子を用意していただきたいんですけど、椅子の上に片方の足を乗っけちゃいます。そしてですね、これちょっと後ろから見ていただいて、こういう風に乗っけてる足をですね、内側にこう、向きを向けていただきます。この状態でですね、乗っけてる方の腰をですね、ぐーっと外に突き出していきましょう。そうするとこの外ももの筋肉ですね、ここが突っ張る感じが出てきます。で、あんまり椅子にこの支え足が近いと外に倒せなくなっちゃうので、ちょっと足開いてやったらいいと思います。ということでですね、このストレッチを一緒にやっていきましょう。では、このようにですね、足をちょっと内側に入れた状態で腰を横に倒していきましょう。では行きます。用意、スタート。はい、ではこの腰を横に向けたポーズで、この外ももの、これ、大腿筋膜張筋というんですけど、この筋肉をしっかりと伸ばしていきましょう。で、これですね、筋膜張筋でこれ外ももにかけて、この辺まではもう、筋肉の筋みたいな、靭帯になっちゃってるので、筋肉はこの辺です。ここが伸びてれば OK。はい、戻しましょう。さあ、これ今度反対側をやっていきましょう。はい、ではですね、片方の足を乗っけていただいて、でここをちょっと距離開いてくださいね、ここね。はい、そして足をですね、内側ですね、見えますかね。この支え足の方に足首をタッチする内側に持ってきて、はい、この状態で腰をぐーっと横に倒していきます。そしてこの外側の骨盤の外側と外ももにかけて突っ張らせていきましょう。では、これで20秒かきますよ。用意、スタート。はい、これでですね、大腿筋膜張筋というこの横の筋肉をしっかりと伸ばしていきましょう。この筋肉ですね、硬くなってしまうと、これ骨盤をですね、こう曲げてしまう筋肉でもあるので、骨盤を曲げて腰痛を引き起こしてしまうという方もいらっしゃいます。なので、ちょっと腰痛、揉んでも治らない方は、この筋膜張筋ですね、ここをほぐしてあげてみてください。はい、OK。はい、これでですね、しっかりとこの外側の筋肉、これが柔らかくなった状態ですね。ここで、この後、しっかりと筋トレをして、ただ柔らかくするだけじゃなくて、強くしていきましょう。ということで、この後は一緒に筋トレを頑張りましょう。では、今度は筋トレをしていきましょう。まずですね、簡単な方法からお伝えして、そして二つ目はですね、ちょっと負荷の強い運動をお伝えしていきますので、自分の体力、体重に合わせてやっていただきたいと思います。まず一つ目はですね、この大体筋膜張筋というのは足を横に開いてくれたり、あとこういうふうにですね、横に体重が流れないようにグッとブレーキをかけてくれる筋肉です。なので、こういうふうに足をですね、横にパタパタ開く運動をすることで筋膜張筋を鍛えていきましょう。やり方としては足を軽く浮かせてください。そして空中でですね、こうパタ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 動かし続けます。これ20秒間かかりますので、20秒間動かし続けていきましょう。片足状態になるので、捕まりながらでも OK です。では、早速いきますよ。用意、スタート。はい、ではしっかりとパタパタ動かして、この外ももを大体筋膜張筋を鍛えていきましょう。この時高く上げようとして、上半身がこうやって横にならない、上半身はまっすぐのままですね、動かしていきます。
高く上げようとしなくて OK です。さあ、じわじわ疲れてくると思います。はい、OK、ストップしましょう。さあ、今度は反対側ですね。では、こちらもですね、しっかりと横にパタパタ動かしていきましょう。では、足を横に軽く開いて、用意、スタート。はい、では、この状態でパタパタ動かしていきます。さあ、足を横に開いて、なんとなくこの外もも、ここに力が入る、重だるくなってくるのであれば、鍛えられている証拠です。体まっすぐになってますかね。しっかりとまっすぐにして動かしていきましょう。一緒に頑張りましょうね。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK、ストップしましょう。さあ、そしたらですね、これでもですね、あんまり疲れない、まだまだいけるぞという方は、もう一つの運動を一緒にやっていきましょう。で、これで結構疲れちゃった方は、まあ、これを継続していただければいいと思います。筋肉がついてから次のステップをやっていきましょう。はい、では、大丈夫だった方はですね、まず足を結構大きめに開きましょう。で、さっきこう体重が横に流れないようにブレーキをかけてくれる役割があるとお伝えしました。なので、体をですね、ぐーっと、手をですね、反対のふくらはぎにタッチする体重をぐっとかけてあげましょう。そうするとですね、これが外に倒れないようにぐっとブレーキをかけてくれる外ももの筋肉が働いてきますので、これでしっかりとふくらはぎをタッチ、ふくらはぎをタッチと、こういうふうにですね、動かしていきましょう。そうするとこの外ももの筋肉が働いてきます。もともとやっぱり膝が悪くて膝曲げられないって方はですね、自分のこの膝をタッチするように浅めに曲げていただいても OK です。いける方はふくらはぎ。というふうにですね、膝の痛みに合わせてもやってみてください。では、これは20秒ずっと動かし続けるのを2セット行っていきます。では、いきますよ。頑張りましょう。用意、スタート。はい、ではしっかりと腰を落として膝を曲げて、体重を片足にぐっと乗せていきます。はい、そしてしっかりと腰をぐっと落として膝を曲げて、そしてこの外ももに力を込めていきましょう。さあ、反復して動かしていきますよ。しっかりと力が入っていきます。はい、OK。はい、このようにですね、体重ぐーっと外にかけて、これをぐっとブレーキする力が強くなってくると、ここが鍛えられてきますので、さあ、ラストもう1セット頑張りましょう。1回目で疲れた方、ここでストップしちゃって OK です。では、いきますよ。用意。スタート。はい、では自分のペースに合わせてですね、これを早くやる必要ないですからね、自分のペースでゆっくりやってもいいですし、僕みたいにちょっとこう早めにやっていただいてもいいですし、速さはもうお任せしますので、自分のペースでやってみてください。でしっかりと体を起こして曲げる、起こして曲げる、ここはやってくださいね。はい、 OK。はい、戻しましょう。普段ですね、鍛えづらい、そして衰えやすいこの内もものですね、トレーニングというのをお伝えしていきたいと思います。この内ももというのはですね、体がこうグラグラしないように重心をギュッと真ん中に寄せて、そして安定を保ってくれる大事な筋肉なので、しっかりとここを整えていきましょう。さあ、そしたらですね、まず椅子をちょっと使うんですが、椅子にですね、このように足を乗っけちゃいます。そしたら、体はですね、このように前を向けましょう。この状態でちょっと腰を落としながらお辞儀をしていくと、この内ももがですね、伸びる感じが出てくると思います。では、この状態で20秒間ですね、もしグラグラしちゃう場合は、つかまれる場所どこか用意してやってみてください。では、行きます。用意、スタート。はい、では、この状態で内もものですね、筋肉ですね、結構突っ張って痛いと思いますから、これぐーっと筋肉をまず柔らかくしてあげましょうね。で、筋張った硬い筋肉のまま筋トレしちゃうと余計筋肉が硬くなって怪我しやすくなっちゃうので、しっかりと伸ばして柔らかくしてから筋トレしていきましょう。さあ、このままぐーっとストレッチ。はい、 OK。 さあ、今度は反対側いきますよ。で、しっかりと伸びてる感じを出してくださいね。足を出して、はい、ではですね、体は前ですよ。そしてぐーっとちょっとこうかがめる、いきます。では、いきます。用意、スタート。はい、じゃあ前かがみになってこの内ももをしっかりと伸ばしていきましょう。やっぱり硬くなりやすい場所なので、しっかりとピンと突っ張ってですね、ある程度ちょっと痛いなと感じるぐらいがちょうどいい状態です。ストレッチなので筋肉が引き伸ばされて、そして柔らかくなる前兆なので、ちょっと痛いなっていうのがちょうどいいですかね。伸ばしていきましょう。はい、OK。さあ、
さあ、そしたらですね、ここで筋肉ほぐれたところで、いよいよ筋トレをしていきましょう。まずですね、足を大きく開いて、つま先をちょっと外向けましょう。この状態で、四股を踏むように腰を落とします。はい。そして、膝からこの足首が一直線になるぐらい足を開いてください。例えば、膝がですね、膝よりも中に入ってしまうと、これ痛めてしまいますので、しっかりと開いてください。これで屈伸を20秒間行っていきます。バランスがちょっと不安定な方は捕まりながらでも OK。いきますよ。よーい、スタート。はい、ではしっかりと今度は筋トレをしていきましょう。体はまっすぐですよ。こう体がこう下がってしまわないように前向いて行っていきましょう。これも弱くなりやすい筋肉なので、ここがですね、疲れてくると思います。だけど一緒に頑張って強くしていきましょうね。さあ、もうちょっとですよ。はい、OK。はい、なので、ね、この運動でですね、ちょっと疲れてしまった方は、まあこれを何回か今後練習して筋力をつけていってください。まだまだ大丈夫だったよって方は、このポーズを取っていただいたら、このまま小さく足踏みをしていきます。20秒間足踏みして、ここをどんどん強くしていきましょう。ではこちら体力に合わせてやるかやらないかを判断してください。はい、ではですね、早速いきますよ。よーい、スタート。はい、ではこのまま足踏みをして、しっかりとこのバランスを取る、筋肉を鍛えていきましょう。衰えやすい場所なので、結構すぐ疲れてしまうかもしれませんが、ね、僕と一緒に頑張りましょうね。しっかりと内もも強くしていきましょう。ではですね、そろそろ疲れてきたと思いますが、あと3秒です。頑張りましょう。はい、OK。頑張りましたね。OK です。すごく衰えやすい、このもも裏の筋肉、ハムストリングスのトレーニング方法っていうのをお伝えしていきたいと思います。このもも裏の筋肉、ハムストリングスはどういう役割があるかというと、体をですね、後ろから支えてくれる大事な筋肉です。これが弱くなったり、うまく働かなくなってしまうと、後ろから支えきれなくなって、だんだんお尻が下がって、こういうふうにですね、姿勢が悪くなります。膝も曲がって、膝も痛くなっちゃうので、なんか最近こう姿勢が曲がって腰が痛い、膝が痛いという方は、このハムストリングスが原因のことがとっても多いので、ぜひトレーニングして、ここを整えていただきたいと思います。では、ハムストリングスのストレッチからお伝えしていきます。まずですね、簡単な方法と、あとしっかり伸ばす方法というのがあるので、2パターンお伝えしていきます。まず最初に簡単な方法は椅子に座っていただいて、ちょっと浅く座ります。そしてですね、片方の足を前に出して、足首に向かって手を伸ばしていきましょう。そうすると、もも裏、膝裏が突っ張る感じが出てきます。で、この時にですね、膝がこう、浮いてしまう。手を伸ばした時、膝がぐーっと浮いてしまう場合は、かなり硬い方です。そして、浮いちゃうと、効果としては全然なくなってしまいますので、足首に手を伸ばすことが目的ではなくて、突っ張ることが目的なので、曲がらないところで OK です。で、いける方は、まあ、どんどん、こうやって、足首の方に手を伸ばしていきましょう。ということで、自分のいける範囲、膝が曲がらない範囲、そして突っ張るところを探していただいて、これで20秒測りますので、しっかり筋肉を伸ばしてあげましょう。では、いきますよ。用意、スタート。はい、ではこれでですね、このもも裏、膝裏が突っ張ってちょっと痛いなと感じるところまで筋肉をぎゅーっと伸ばしてあげましょう。凝り固まってる筋肉を伸ばしてるので結構痛いかもしれないんですけど、この痛みはいい痛みになります。突っ張る痛みってのは基本筋肉が伸びてくれてますからね、いい痛みですから。はい、OK。さあ、そしたらこの反対側もやっていきましょうね。では、片方の足を前に。そして手を伸ばして膝が曲がらないところ、もも裏が突っ張るところを探していきます。では行きます。用意、スタート。はい、ではこの状態でですね、ここ、もも裏突っ張る感じありますかね。しっかりと凝り固まった筋肉をぐーっと元の正しいね、しなやかな、筋肉に戻してあげましょう。しっかりと、ちょっと痛いなと感じるところをね、自分で見つけてやってみてくださいね。ちょっと痛くて大変かもしれませんが、頑張りましょうね。はい、OK。さあ、これが座ってできる簡単な方法で、もう一個、お伝えしていきたいと思います。まず、椅子か何か、まあ、台でもいいんですけど、こういったところにですね、足を乗っけていただいて、そしてさっきと同じようにぐーっと、体を前に倒してお辞儀をするようにしていきます。そうすると、これはですね、お尻の方から、このもも裏、膝裏が伸びる感じがありますので、これで20秒間やっていきましょう。なので、何かこう、掴まれる場所を用意していただいて、
やってみてくださいね。前から見ていただくとこういう形ですね。これぐーっと体を倒してもも裏を伸ばしていきましょう。さあ、ではですね、こちらも20秒間いきますよ。では、膝を伸ばしていきます。用意、スタート。はい、ではぐーっと。これもですね、このもも裏、膝が突っ張るぐらいまで体を倒してあげましょう。さあ、これでですね、このお尻の方ですね、こっちの方から結構突っ張る感じがあると思います。しっかりと筋肉を柔らかくしてあげましょうね。はい、OK、戻しましょう。このように片足立ち状態でストレッチをするので、このポーズが難しい方はさっきの座ってやるパターンでやっていただければと思います。さあ、そしたら今度反対側行きましょう。では、行きますよ。用意、スタート。では、ぐーっとお辞儀をしていきましょう。で、この時にあんまり突っ張ってる感じが少ないなって方は、ちょっとこう、お尻を引きながらお辞儀をしていくと、結構突っ張る感じが出てきますからね。しっかりと筋肉を伸ばして柔らかくしていきましょう。さあ、じわじわと突っ張る感じが出てると思います。はい、OK、戻しましょう。はい、結構ストレッチはですね、痛みが伴うので、なかなか自分一人でやるのは難しいんですけど、まあ、こういうふうに僕と一緒にですね、ちょっと痛いのを我慢しながら筋肉を柔らかく整えていきましょうね。さあ、そしたら今度は、このしなやかになった筋肉をどんどん筋トレして強くしていきますので、今度は筋トレを一緒にやっていきましょう。さあ、ではハムストリングスの筋トレですが、ハムストリングスというのは、こういうふうに膝を曲げる役割があります。なので、このように足を後ろに引いて、そして、かかととお尻を近づけるように足を曲げていただくと、ここ、もも裏がすごい働いてくれます。これでしっかりと筋トレをしていきましょう。すでに弱くなっている方や、うまく働きが悪くなってしまっている方は、本当にこう、90度ぐらいで止まってしまって、ここまで持ってくるのが大変な方もいらっしゃると思うんですけど、なんとかこう、高く上げようとしてください。で、結構釣りやすい、釣ってしまいそうになる筋肉なので、釣りそうになったらもうストップしちゃって、OK ですからね。では、足を後ろに引いて、かかととお尻が近づける運動を、これ20秒間測りますので、動かし続けましょう。では、いきますよ。用意、スタート。はい、では、しっかりとパタパタ動かしていきます。はい、このようにですね、もも裏にクッと力が入る感じを出していきましょう。で、無理してですね、起こそうとしてこう腰を使っちゃうと腰痛めてしまいますので、上半身は動かさないように。もも裏、ここに意識して、足だけ動かしていきましょうね。はい、OK、ストップしましょう。さあ、そしたら今度は反対の足を動かしていきます。はい、ではですね、足を後ろに引いて、用意、スタート。はい、ではしっかりと、かかととお尻を近づけていきましょう。このように、足を後ろに引いたり、足を折り曲げたり、あとは日常で言うと、こう、地面を蹴って、勢いをつけてくれるのが、このハムストリングスの役割になります。さあ、これでしっかりと、このハムストリングス、鍛えていきましょう。はい、OK、ストップします。さっきお伝えしたように、ハムストリングスはこう、床を蹴ってですね、速度を上げてくれる、いわゆる駆け足をするために必要な筋肉なので、ハムストリングスが弱くなってくると、速く走れなくなっちゃいます。駆け足ができなくなって、で、無理して走ろうとすると、思いっきり転倒してしまうというふうにですね、最近駆け足できないなって方は、ぜひこのハムストリングスがすでに衰えている方なので、もうちょっと速く走りたい、ジョギングしたいって方は、ここ一生懸命鍛えてくださいね。さあ、そしたらですね、今度は、もう一つの運動をお伝えしていきます。これはポーズがとっても大事なので、難しいんですが、まず片方の足を前に出して、そしてこの足に体重を乗っけちゃいましょう。はい。後ろの足にはそんなに体重乗っけない。ほんとちょっとつま先がついてるぐらいにしていきます。で、体はですね、こういうふうにお辞儀をしていきます。で、この時は頭だけお辞儀するのではなく、この股関節のところからちょっとこうお辞儀して、こういうポーズですね。体重は前の足。そして上半身は股関節からお辞儀。この状態で屈伸をしていきます。そうするとですね、このもも裏にですね、結構力が入ってくれますので、この前かがみ状態の屈伸をしていきましょう。これは20秒間やっていきますよ。では、いきます。用意、スタート。はい、ではしっかりとこのように屈伸をしていきましょう。で、これ前かがみになってないと、
これ正面のももの、スクワットみたいになってしまいますので、しっかりと体を前のめりにしてください。前かがみですね。その状態で屈伸をしていきます。で、常に前の足に体重をずっと乗せててください。はい、OK。結構、この裏側が疲れてくると思います。で、ちょっと注意事項としては、こういうふうに、ぐーっと、後ろの足にこう体重が乗ってしまうと効果がなくなってしまいますので、常に前の足に体重をかけてやってみてください。さあ、そしたら今度は反対側行きましょう。はい、ではこの状態で前かがみでこういうふうに屈伸をして、もも裏を強くしていきましょう。では、行きますよ。よーい、スタート。はい、ではしっかりと前かがみになって屈伸をしていきます。さっきお伝えしたように、体を起こすときに、後ろにこう行かないように気をつけてくださいね、こういうふうに。体はこのまま、前からみのまま、屈伸をしていきます。さあ、このもも裏、お尻の方が疲れてくると思います。はい、OK、ストップしましょう。では、皆さんお疲れ様でした。このようにですね、ストレッチをして筋肉を柔らかくして、そして筋トレをして強くすることで、強く、しなやかな、お膝を作っていきましょう。この他にもですね、バランスに特化した、片足立ちに特化したトレーニング方法とか、あとは普段使われない筋肉を鍛えるための運動の総集編というのも僕の過去の動画で投稿しておりますので、もしですね、もっと体作りをしっかりとしたいという方はですね、その動画もご参考いただければと思います。このように皆様の健康に役立つ運動方法、これからもどんどんご紹介していきますので、ご興味ある方はこちらのチャンネル登録をしていただくと、新しい投稿が届きやすくなります。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。